はい、こうなりました。今ね、覚悟を決めてます。ボストン、イン、セブン。はい。まあ、改めてになりますけども、ボストンをゴールデンステイトが下すことがあれば、それは彼らの経験と、そして彼らのシステムの勝利だと思います。タレント、ディフェンス力、そしてオフェンスの火力。まあ、従来の、まあ、ボストンの能力が遺憾なく発揮されて、ターンオーバーを、まあ、お互い抑えて、これがどちらか一方に傾きさえしなければ、本来のチームとしての強大さはボストンにあると思うんですね。ただ7戦までもつれるよっていうのは相当悩んでいる。もうほぼ五分五分っていうふうに思っていると皆さん感じてください。ただこの予想も外れると先ほど言ったようにですね、まあゴールデンステイトウォリアーズが繰り返し繰り返し佐々木クリスの予想を上回るバスケットボールを展開し、彼らのこう底力のもう底を知れぬその深さというものがあったというふうにね、ウォリアーズファンの皆さんも、もう僕の予想なんかも忘れて喜んでいただければいいんじゃないかなと思います。